ホセ・エンリケ・ラミレスは、ドミニカ共和国、バニ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2009年11月26日に、クリーブランド・インディアンスと契約を結んだ。2011年、ルーキー級アリゾナリーグ・インディアンスで、プロデビュー。48試合に出場し、1本塁打20打点12盗塁、打率、325だった。 2012年は A-9 マホニングバレースクラッパーズで3試合に出場後、6月に A 級レークカウンティキャプテンズへ昇格。67試合に出場し、3本類が27打点15盗塁、打率。354だった。2013年は A 級アクロンエアロズで113試合に出場し、3本類が38打点38盗塁、打率。 272だった。9月1日にメジャー初昇格を果たし、同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。9回表にダイソーとして出場した。この年は15試合に出場し、12打数4安アンダー、打率。333だった。2014年3月5日にインディアンスと1年契約に合意。3月12日にトリプル A 級。 コロンバスクリッパーズへ移動した。最終的にはメジャーに定着して68試合に出場し、リーグ最多となる13ギターを記録した。守備では遊撃手を56試合、二塁手を11試合で守った。2015年も内野のユーティリティとして起用され、97試合に出場した。打率は前年から大幅に低下して、219に止まった。 投類は2シーズン連続で10個決めたが、投類士の数は増えた。守備では1類士を除く内野の3ポジションを守ったのに、加え、左翼手でも2試合で守備についた。2016年は、3類種のレギュラーで起用され、自己最多の152試合に出場。打撃面で開花し、打率、312.11本塁が、76打点、22投類の成績を残した。 三塁の守備は117試合で守って5失策、守備率979だった。48試合で守ったレフトでは1失策、守備率986を記録した。他に二塁手と遊撃手も守った。2017年2017年3月28日に4年、総額2600万ドルで契約延長することが球団公式サイトで報じられた。 シーズンでは6月に9試合連続複数アンナを記録するように好調でオールスターゲームに初選出された。9月3日のデトロイトタイガース戦では史上最多タイとなる5長打を放つなどチームの8月24日から9月15日まで続いた MLB 新記録となる22連勝にも大きく貢献した。最終成績は打率318.29本塁打。 83打点、オプス957で56二塁打はリーグトップ。この活躍により自身初となるシルバースラッガー賞を獲得し MVP の投票では3位だった。2018年は小像類種として攻守で活躍し8月までは本塁打、盗塁の両タイトル争いに加わっていたが9月になると 途中加入のジョシュ・ドナルドソンとの兼ね合いもあり、一時的に二塁へ、コンバート。その後は、月間打率。174と落ち込み、二塁の守備では、ザーマイナス0.6と、攻守でほころびを見せた。しかし最終的には、自身初となる三十本塁が、三十盗塁を達成。王では三塁手として、リーグトップの8.0を記録し、二年連続となる。 シルバースラッガー賞を受賞した。ポストシーズンでは打率100と結果を残せなかった。2019年の前半戦は昨年のスランプを引きずり打率218で折り返した。後半戦は復調していたが8月24日のカンザスシティロイヤルズ戦でスイング時に右手ゆう骨骨折を負い手術を受けた。復帰戦となった9月24日の シカゴホワイトソックス戦では2本類が7打点を挙げる活躍を見せた。129試合の出場で打率、255.23本類打、83打点だった。2021年7月4日に選手間投票で控え野手として通算3度目となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは5回裏に3塁手で、 先発出場していたレッドソックスのラファエルデバースに代わって守備について途中出場した。ありがとうございます。